万光は、中華人民共和国の官僚、政治家、上海市出身。現職は中国科学技術協会主席、中国人民政治協商会議全国委員会、副主席、中国松室高等中央委員会主席、第10期全国政協委員、第10期全国政協常務委員。原籍は、湖北省先行市で、1952年8月に、上海市に生まれた。 1969年から1975年まで、彼は、吉林省延吉県産、道知校舎で知識青年になりました。1975年、東北林業大学同教系に入学した。1978年、母校である東北林業大学に採用され、基礎部物理教研室にて教員に就任した。1979年に、 道積大学の研究生として入九1985から1991年にクラウスタール工業大学へ博士研究生として留学。1991年にクラウスタール工業大学を卒業後、同年、アウディに入局、以後、生産部、全体計画部技術ヘリと承認した。2001年に帰国し、道積大学新老元記者工程中心主任を、 勤めた。2004年、同住大学校長に昇格。2006年、中国松室高等中央委員会副主席を兼務。2007年4月27日、中華人民共和国科学技術部部長に就任。2007年12月21日、中国松室高等中央委員会主席を兼務。2008年3月13日には中国人民。 政治協商会議全国委員会副主席を兼任する2016年6月2日中国科学技術協会主席を兼務ありがとうございます。